今年は小畑が木南からレギュラーを奪いそう。今年のラッキーボーイは小畑っぽい気がする。去年と逆や。小畑のホームランでどんでんにっこり。言うてもそもそも去年だって開幕スタートダッシュ決めたの小畑の活躍がかなり大きいしな。ヒロイン呼ばれなかったのかわいそうだったし。小畑はやらかしさえなければ全然スタメンでいいんだけどな。これでも小畑スタメンで使わないのがどんでん。来週のショートって小畑で確定。